ね、そこまでだよ。ほう、よく逃げずに再び私の前に現れたものだな、ネプテューヌ。プラネテューヌもゲーム協会もお前の好きになんてさせないんだからね。たかが人間になり下がった小娘に何ができるというのだ。ちょっと、私たちのこと忘れてないかしら。女神どももいたか。あいつがマジェコンヌと魔王ユニミテス。これはまた骨の折れそうな相手だね。けどこっちには私たちもいて、女神様もいるんだからきっと大丈夫だよ。そうにゅ、ネプコの分も頑張るんだにゅ。そうです、ネプネプの弔い合戦です。いや、私まだ死んでないから勝手に殺さないでもらえるかな、コンパと。まあ細かいことはさておき。細かいの？これだけの仲間が増えたんだから、今度こそあんたもユニミテスも倒してあげるわ。しかし、貴様らがどうやってユニミテスを倒すというのだ？それは…何柄にもなく弱気になってんだよ。ここであいつを倒せば弱いってみんなが思ってくれるはずよ。それに種はまきましたわ。今は芽が出ることを信じて戦うしかありませんわ。私の全身全霊をもってお相手して差し上げます。はっ、くらいなさい。覚悟、私の番ね。なんだって聞いたく、ネップネップにしてやんよ。遅い！で、死にたいのは誰なの？もらった！パラライズフェンサー！覚悟はよろしいかしら？食らいなさい！ははっ！セイ！遅い！覚悟！セイ！ニルギルバースト！うわあ！主人公ですから！ドドン！やるじゃない。じゃんじゃん使ってくわよ！私のターン！覚悟はよろしいか。あなたにはここで果てていただきますわ。魂のかけらすら残さず消え去りなさい。で、死にたいのは誰なの？これでいいかしら。これ以上好きにはさせませんわ。くらいなさい。はは、逃がしはしませんわ。私の番ね。それ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 。
どうせならもっとかっこよく勝ちたかったわ。レベルアップ。うん、絶好調。あいつ生意気に前より強くなってるじゃねえか。なぜだ、女神どもより圧倒的に強くなっているはずなのになぜ破れる。どうやら蒔いた種から芽吹いてきたようですわね。なんだと、貴様ら何をした。簡単よ、伝説の武器を取りに戻った時に魔王なんて嘘っぱちだってみんなに説明してきたのよ。さすがに全員が信じたわけじゃないけど、それでもかなりの数の国民が信じてくれたわ。これもあなたたちが私と国民の距離を近づけてくれたおかげなんだけどね。ルビーもレジスタンスだった奴らが協力してるんだ。これで弱体化しないわけがね。リーンボックスもランランのコミュニティのおかげで世界中のランランたちが協力関係になっていますわ。それにネットも私の方で掌握済みですわ。ランランのコミュニティは世界一。兄者、またユニミテスは存在する派を論破してやったよ。これで50人目だ。よくやったぞ弟よ。私もちょうど500個目のユニミテスなんていないスレを立てたところだ。さすがベール様、すごい力の入れようですね。やるなら徹底的にやりませんと。だが魔王の存在を信じている人がいる限り、何度でもユニミテスは蘇るのだ。やはり私たちの国だけでは足りないようですわね。そんな、倒せたと思ったのに。なら次はネプコの番よ。他にネプテューヌさんはいないよ。でもさ、私が言っても信じてくれるかな。ほら、女神だって証明しようにも変身できないし。それなら私がみんなに証明するです。ネプネプが女神だってことは最初からずーっと一緒だった私がよーく知ってるです。コンパ、うん、議会の方とこのテレビを見ているプラネキューヌ国民の方には突然の無礼を許していただき。何こんな時にふざけてんのよバカネプコ。あいだ、次ふざけたら本気でナスぶち込むわよ。今頃になって固く考えすぎなのよあんたは。極端な話、適当に。イエーイ、みんなのネプネプだよ。実はプラネテューヌの女神だったんだ。今は訳あって変身できないんだ、ごめんね。くらいでいいのよ。アイちゃん、ネプネプのモノマネそっくりです。セリフもネプネプが言いそうです。いや、さすがにそれは適当すぎる気が。おい、聞いたか、あの子パープルハート様らしいぞ。マジかよ、パープルハート様って普段はあんなに小さかったのか。嘘、私まだ何も言ってないどころかアイちゃんのセリフで信じちゃうの。あの子ってよくギルドの仕事とかやってくれてる子よね。どこかで見たことがあると思っていたら、わしが子供の頃にお会いした
女神様とおり二つじゃ。マジ？あの子が女神様とかマジ可愛すぎんだけど、超ベリーグー。久しぶりに死語を聞いたアニュ。なんだよ、パープルハート様がやられたなんて嘘じゃねえか。あらやだ、あの子ったらいつもうちでプリンを買ってくれてる子じゃない。女神様がひいきにしてくれていたなんて嬉しいね。まさかこんなので信じてもらえるなんて、恐るべしネプテューヌさん。こっちは信じてもらえるかどうかヒヤヒヤしてたんだけど、どうやら心配はいらなかったみたいだね。おお、よくわかんないけど超展開来たー。でもって、なんだか力が湧いてきた気がするよ。ネプネプ、気がするんじゃなくて本当に湧いてるですよ。光ってるです。ベール様たちも光ってます。これは一体何が起こっているんですの？もしかしてこれはチアの共鳴？共鳴です？おそらくですが、世界の危機に対し人々が女神様をより強く信じているのが原因かもしれません。女神様の力の源であるシェアは人々の願いや祈りが元になっているのです。ならどうして女神じゃなくなったネプネプも影響を受けているんですか？予想ですが、人々がネプテューヌさんを自分たちの女神様として求め、そして望んでいるからではないでしょうか。ネプテューヌさん、今のあなたなら再び、いえ、新たな女神様になれるはずです。おお、なら主人公らしく美味しいところもらっちゃうんだから。みんな、今から私変身するよ。だから私に刮目せよ。変身完了よ。ちゃん、ネプネプが変身したです。それに新コスチュームなんて着ちゃってネプコのくせにやるじゃない。お前のおかげでこちらまでたぎってきたぞ。みんな待たせたわね。遅すぎだっての。なんであなただけ新しくなってるのよ。ずるいわ。女神様が4人揃った今ならユニミテスを倒せるはずです。なら今度こそ魔王ユニミテスを倒すわ。行くわよみんな。